田村正彦は、日本の政治家。岩手県八幡大市長。元岩手県議会議員。元西根町議会議員。岩手県平立村出身。岩手県立森岡工業高等学校卒業。1970年3月、駒澤大学経済学部経済学科卒業。同年4月、岩手県農業共済組合連合会に就職。 1989年9月、同連合会を退職し、西根町議会議員に就任。1993年9月、再選。1995年4月、西根町議会議員を辞職し、岩手県議会議員に就任。1999年4月、再選。2003年4月、3期目の当選。2005年9月1日、西根町、松尾村。 アシ町が合併し、八万大市が誕生する。これに伴って10月2日に行われた八万大市長選挙に出馬。民主党の推薦を受けた全西根町議の沿道左右を破り初当選。投票率は74.22%。同日、市長に就任。2009年9月27日に行われた市長選では民主党の推薦を受けた フリーアナウンサーの河村達夫の追撃をかわしにせん。2013年、無投票で3期目の当選。2017年、元市議会議長の工藤直道を破り4戦。ありがとうございます。